はい、今ヒラメのポイントに来ました。で、ルアーはナッツの 100g、プロタイプの方に変更してます。で、スロージギングの要領で釣るっていうことで、ボトム付近からしゃくりながら、そのフォールを、水平フォールを意識しながら落とすような感じで今ちょっとやってるところです。何回かしゃくったら落とし直して、もう一度そこからやり直すという感じでやってます。いや、ちゃんと釣れてくれるといいんだけど、まだ夏で そのスロージギングのヒラメって初めてなんで、どうなるか楽しみですね。チキさん、サビアですか？サビア、チャレンジャーです。 100g、 あー、フォールで当たってきた。よし、カモン、おーし、来たやっぱり当たってるところで食ってくんだね。そうですね。上がってきた。ヒラメです。回しますか、クさん。待ってください。ナイス。ヒラメってできてすぐ釣れるという。お、まあまあじゃん。ナッツヒラメ。ナッツヒラメ。なんでもなって。まあ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 。カメラ持ってくる。このタイミングで釣っとかないと。俺、ヒラメ釣れば上手な自信があるんですよ、唯一ヒラメプロヒラメだけは上手な気がするんだよ、ね、いや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 、ヒラメも上手、いやいや、先週とか先々週とかだって週6行ってましたから目線しっかりカメラ振れて、はい、これはってめっちゃ嬉しそうだな。いや、まあ、本当に嬉しいですもん。そうさようなら、テケテケテン。自分のジギングが上手になってるのがよくわかる。だってガリンペイローで去年より全然俺やりやすいもん。はいはいはい、自分の腕が上がってんだなと思って。いやー、くそー、乗ったか、乗ったけど、これはちょっとヒラメかどっちだ、よいしょ、あー、小さいし違う魚かな、これは。いや、これはもしかしてメバ？あ、ヒラメなんだ、ヒラメなんだ。これは可愛いのが来た。それはそれでそんな魚も釣れると。これ記録級じゃない？記録級ですね。ここでは今年放流魚かもしれない。ね。可愛いの来た。それぐらいだったらあのお化けに食べられそうですよね。本当に丸飲みされちゃいそうだもん。おし、なんか来たよ。おお、来ました来ました。着丼だ、着丼。着底ドカンでした。これね、多分ヒラメじゃないよ。お？そう？ヒラメじゃない。ヒラメじゃない。ガリンペイロだったんだね。ガリンペイロです。グン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 なってる青物か。違うと思います。これ多分石投げだと思う。石投げ？多分ですけど。
あ、違う。いいやつだ。ほうぼう。いやー、よいしょ。ナイスほうぼう。でかい。ナイスほうぼうでした。アカネちゃんいたら喜んで持って帰るでしょうけどね。うん、よしね。忖度なしでディープ釣れるんすよ。え？ディープ釣れるんですよ。うん、釣れますね。釣れる。こう水平フォールが思いのほか簡単にできる。うん、このボトム付近でこう間ができるんだと思いますよ、ちゃんと、うん、食わせる間が。ああ、むくそー、なんかいますよね。いますうん、いるね、なんかやっぱり、うん、触るもん。ヒラメじゃない、何かがいる、うんうん、ちょっと一瞬上の方のフォールで食ってくるぐらいだから。おお、お、あ、え、これさっき俺が釣ったやつじゃないですか。うん。信号だよ、信号。ね。そいつらだったんですね。触ったっていうのね。そうそうそう。あいつらがブレになっていって、うん、当たってたんだよきっと。うん、さあ、おお、いやー、お、でかいでかいでかい。まあ、まずまず、あ、これもほぼかな。ほうぼうっぽい気が、あ、ほうぼうですね。え、そうなの、ほうぼう。かきさん大丈夫ですよ、抜きます、抜きます。はい、じゃあ抜き上げで、はい、よいしょ。すげえな、ほうぼう。ランカーほうぼうでした。ヒラメは日が出てる方がいい。いいです。あ、結局あれですよ、その反射するじゃないですか。うん、これ鶴岡の時も散々言ったんですけど、この俺の劣勢の強者ですから。四季さんの夏もすごいけどさ、俺のこのディープも劣勢の強者なの、うん、やっぱり劣勢の強者は強いですよ。お、うん、あれ、これもこれはヒラメかな。あ、でもサイズは小さいな、やっぱり。あっと、よいしょ。さーて、どんなのが来るかな。あー、おとなしく上がってきちゃうな。お、ヒラメかな。あ、ヒラメだ、ヒラメだ、ヒラメだ、うん、はい、ありがとう。そげじゃなかった。少しサイズアップしましたね。ちょっと少し良くなりましたね。少しサイズアップした。なかなか今日はジボティに勝てないで、さすがにプロには勝てませんよ。さすがにプロだからで、うん、でもいい感じで釣りね、なかなかね、ずっと釣れてるよ、楽しいですよ、うん、最高。いやいや、今日は面白いですね。楽しい楽しい、うん、はい。
よし来た。ほっ。うん、でもこれもサイズ小さいね。うん。多分いらないですかね。うん。ああ。また。よいしょ。トゲッパ。カクさんがいない。地球さんは僕が休憩すると釣れないからと。あ、そうそう、それはあるね。ずっと休憩しとこうかも。いい感じで、でもね。ね、あのとりあえずいいペース釣れてるんで、うん、このまま行けばもうちょっとサイズアップ狙えるんじゃないかな。ちゃんとね、忖度したんですよ。サビア君にはちょっと小ぶりめを。あ、なるほど。ガリペール君にはもうちょっとでかいの。そうです、はい。そう言われるとなおさら頑張りたくなっちゃう。サビアで5キロぐらいかけたら大変ですよ。出るね。起きないですから、竿。うん。もうまっすぐにしてあれやるしかないよ。うんうん、ドラッグファイトをやるしか。うん、よー、早い。うん、来た。けどそんなに大きくはないな。いや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 、なかなか頑張ってる。いやいや、うん、うん、寝物かな多分。ネットいるサイズかな。うーん、なんだろう、ヒラメかな。あ、ヒラメだ。おお、今日はこのサイズがちょっと多いね。トゲッパでございました。俺が自分で取っとこう。よしよしよし、来たぞ。これはなんだ。うっ。やったぜ。やかわいらしいタイプ。タイだよね。タイだよね。タイだね。抜けるサイズ。ほい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 。よいしょ。ほい、ナイス。はい、かわいいサイズ。やりましたよ。ようやく来ましたよ。ね、え、さっきからね、当たりは何度か来てたんだけど、おしよ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 し、うん、かかるところが出たね。はい、抜けます。よいしょ、ナイス。おー、いける、ついでかいでかいでかい。これ良さそうじゃないですか。いいじゃないですか。だいぶ走りましたね。おー、走る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 。いやー、これはこれはこれはいいぞ。おお、あー、そういうこと。はい、ナイス。なるほど、こいつでしたか。逆付けじゃないってこと。はい、サンキュー。ヘイ、おー、さてと今度、わ、まあ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 、サイズがやっと。よっ、ヒラメなんだ、ヒラメなんだ。あ、これさっき俺が釣ったやつじゃないですか。うん。よし。はい。ありがとう。
ートそぎじゃなかった。よし、来た。いやでも、ああ、いや同じぐらいのサイズだな。お、ちょっとマシ。うん。うん、少しマシ。うん。ヒラメヒラメちゃんと。うん。ヒラメヒラメ。おお、これは今盛りすぎだね。めっちゃでかく見えますか。おー、地球さん絶好調。あ、それまあまあじゃないですか。まあまあですね。うん。さっきと同じぐらいだ。うんうん。うわ、さっきより上じゃない。さっきよりは。お、来た。ダブルヒット。はい、おー、覚醒皆さん。いや、うん、これ多分地球さんのヒラメ、隠さんのはちょっとロット分かんねえな。まあまあ、はい、よし、これ渡してね、はい、いいよ、今日出してね、これ入れる、大丈夫、入れたい。数釣れるね。まあね。お、上がる。あ、うん、これで上がりますか。上がりますかって、うん、十分だそうです。これで大きければ完結かな。はい、完結で。よし、7万ちょうどいいサイズ。よっしゃ、ダブルですね、ダブル。充電外してください。はい。うん、いやー、本日はこれで終了レベルだよ。俺、まだ大きいの釣りますよ、俺は。もっと大きいの釣りますよ、ね。最高。ナイスでーす。最高。宣伝しまくるぞ。売りまくるぞ。ステマ、ステマじゃないぞ、表マだぞ。リアル案件だぞ。ステマじゃないぞ。出せるやつね。